さて、行ってみますか。はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はドラゴンクエストビルダーズアレフガルド復活へをやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。はい、首相ラダトーム編ですね。前回、おそらくなんかロロンドさんっぽい人が囚われているところを発見して、まあ、爆弾作ったところですよね。なのでちょっと待って。これかな？爆弾をとりあえず10個用意したので、これを使ってね、早速あの場所まで行ってみましょうというとこですね。なんかお腹空いてるので、まぁ、ちょっと食料を調達したいんですが、あれ？ちょっと待って。食べ物がないな。まあ少しは持ってんだけど、しょうがない。これを食べて、出かけましょう。そうか、食料もちょっと厳しいね。まあまあまあ行きましょう。さてさて、まあちょっとずつ浄化もしながらね、進めていきましょう。危なっ。方向は合ってますね。なんか引き連れてきちゃうな、砂漠まで。あ、いた。ちょっと倒していくか。おっと、片方は復活。さて、じゃあやって、あ、ちょっと待って、なんかここに洞窟っぽいのがあるので、ついでに中覗いていきますか。あれ、登れない。よいしょ。これは浄化できる？いや、あんまりできてないな。ちょっと待って、ここになんかあれだね、さっきロロンドさんのらしき人の封印されてる場所にあった岩と一緒だから、これオリハルコンだよな多分。壊しましょう。黒い石もゲット。オリハルコンですね。オッケー。ちょっと10個しかないからそんなにたくさんは使えないんだけど、ちょっとこの辺も収穫していこう。オッケー。おー、びっくりした。なになになに君。あ、話しかけられるやつだ。お、初めて赤い石ゲット。エッチなライトをひらめく。なるほどねと。来るな来るなって言ってる。ちょっと話しかけてみましょうか。なんだい君。ギャー。許してください、許してください、お願いです。許してください。おや？あなたは竜王様の使者ではないのですか？違うね。自分で言うのもなんですが、私は心の優しいドロルでございまして。そうですか。人間と争うのが嫌でこんなところに身を潜めていたというわけです。あ、これなんか最初のスライムみたいに仲間になるんじゃないだろうな。おお、この死の大地に町を作ったと。あ、本当にそういう流れ？私もそこに住んでもいいというのですか？マジか。是が非でも住人になって町のマスコットとして活躍してほしいと。いや、そこまでは言ってない。え、何も言ってない？いいえ、私には聞こえました。あなたの心の声が、魂の叫びが。私もあなたの町に住ませてください。いいえ、嫌だと言っても住みます。決めたんです。さあ、あなたの町に連れて行ってください。いいえ、連れて行かなければあなたを呪います。おお、そうか。この姿がご不満なのですね。お？では、これならいいでしょう。名前はチョビとでも呼んでください。これならいいでしょうと。あー、そういうことを。さあ、あなたの町へ。なるほど。あ、命の木の実ゲット。まあ、ただね、ロロンドさん連れてきたかったんですよね。
これはついてくる感じですね。はい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 、まあまあまあちょっと、途中で仲間増えましたがいいでしょう連れて行きましょう。この辺は後でにして、まあもう一箇所ここ、オッケー、おっと戦ってくれる、あ戦ってくれんね、しかも割と強い割と強いやん。そしたら、お、この青い石はなんだ？あ、割れないか。じゃあこれもちょっと爆弾で、あ、なんか爆弾足りなくなりそう。はい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 。あれ、これ青い石さっきゲットしてたっけ？よし。あれこれ結構深い？また後で来ますかね、ここは。また後で来ようか。ここは資源がいっぱいあるって感じだな。じゃあ今回は目的はロロンドさんなので、まあ、一応こっち側も調べて、あ、宝箱か。OK。開きましょう。アキメラの翼。あれ壊せないのか。え、まだなんかある？キメラの翼しかないってことないでしょ、こんなわざわざ壊せない場所にして。それともちょっといいや、ここちょっとオリハルコン回収して。あ、でも本当にこれだけかな。まあいいや、後でまた素材集めにここには来そうだから、とりあえずこんなもんにしてロロンドさんのとこ行きましょうかね。まあおそらくロロンドさんが囚われてるであろう場所ですけどね。さあ爆弾が、10個あったんですが4つになっちゃったと。ちょっと間違えて使わないように清水にしとこうか。ちょっとカニ、これ食料になるからね、よく考えたら。 OK で、まあ、もうちょっと食べておいて、さああなたの町へって言ってるけど、このまま連れてっちゃいましょう。2人まとめて連れ帰る。ただなんか夜になりそうだな。さてさて、おい誰か、オッケー、じゃあ割りましょう。グヌワーそれは助かったぞそうですか。お、あそこだ、あそこを見ろ。すげえ爆発だったな。ん、こんなところにも人間がいやがった。え、どこ、むむ、ひょっとするとこいつが噂のビルダーとかいうやつなのでは。だとするとこいつを倒せばお手柄だ。先生やっちまってください。先生を倒せ。あ、キングスライム。え、ちょっと待って、うう、魔物を倒し古のメダルを。ちょっと爆弾間違って使うと怖いから、なるほど、このキングスライムを倒せばいいんだ。溜めてる。いて、あ、思ったより食らう。ちょっと待って、あれ、しかもこのスライム何、話せるし。グヘヘ先生、早いとこやっちまってください。お、この段差で、この段差ではめようしかも連れてったら、あ、危ない。おお、連れてったらちゃんと戦ってくれてるから順番的には良かったかな。なんか瀕死だけど、まあ、このままナイフではめましょう。
オッケー、先生をやっつけた。そんな先生が、あわわ、まさか先生がやられちまうなんて。メダルがどうのっていうことは言ってましたが、まぁ、ちょっとロロンドさんに話しかけますか。あれ？お、起き上がった。お、すまなかった、若者よ。おかげで助かっ、ノー、ジャンゴではないか。久しぶりだな、ジャンゴ。我が輩は嬉しいぞ、本当に。メルキド編以来だからね、だいぶ久しぶりですね。なんだと、ルビスによれば我が輩が三賢者の一人らしいだと。うむ、我が輩もそこまで公明になったか。素晴らしすぎるぞ、ドアッハッハッハ。実はな、精霊ルビスからお告げを聞き、竜王討伐の準備を進めるお主を助けるために、はるかラダトームに向かっていたのだが、途中で大切なものを魔物に奪われてしまってな。というか閉じ込められてたけどね。さあ、あのスライムから我が輩の古のメダルを取り返してくれ。なるほどねと。ちょ、オリハルコン拾って。ちょっと話しかけますか。すみませんでした。だから絞るのやめてください。僕の青い油臭くてまずいですよ。油食い物なの、スライムのあの油。これはお返しします。だから僕を絞らないで。イニシエのメダルをゲットした。これあれだよね。世界に光を取り戻したアイテムだよね。ってことは、あれか。残りの二つもそうなんだろうね、きっと。オッケー。よくぞ魔物の手からイニシエのメダルを取り返してくれたな。精霊ルビスからのお告げによれば、そのメダルは竜王を倒すために必要な、虹の雫という道具を作る鍵となるものなのだそうだ。なるほど。そういえば、あの、橋を渡すんだよね。竜王の城に向かって。イニシエのメダルはお主のものだ。時が来るまで大切に取っておくのだぞ。さあ、ひとまずお主の町まで行こう。あと一つ伝えねばならぬことがあるのだ。我が輩もしばらくの間、お主のラダトームに住まわせてもらおうとするぞ。ロロンド。なんだその苦虫を舌の上で釣りつぶしたような顔は。情けないぞ。お主は我が輩と住みたくないと思うんすか。いや別に何も言ってないけどね。ん？何？冗談だと？ぬわっはっはっは。こいつめ、じゃんごめ。ははは。さあ、ジャンゴ、一度ラダトームへと向かおうぞ。ロロンドが仲間になった。なるほどね。じゃあ、帰りましょうか。オッケー。まあ、一応ね、前回でなんとなく分かってはいたけど、まあ、やっぱり各省の仲間たちが、集う展開みたいですね。今回はおまけもついてますと。さあ、話しましょう。お、チョビから。お、ここには光が溢れている。なんて素晴らしい場所なんだろう。あ、この姿になると、途端に言葉が話しにくくなりますが、ご勘弁を。さっきのが流暢だったね。あの美しい女性は誰だろう。あの怪しいヒゲの男は誰だろう。こんな場所で生活できるなんて、ありがとうございます。ジャンゴドロル。継承？え、ジャンゴドロルとは何かですって？これはドロルの言葉で最高の尊敬を表す、ああ、継承なんだね。なるほど。ありがとうございます、ジャンゴドロル。ああ、ジャンゴドロル、ありがとうございます。チョビの救出成功。さらに、おお、これがラダトームの町か。メルキドロクに書かれた伝説の城下町がここに。今のメルキドの発展ぶりに比べればまだまだではあるが、さすがだぞ、ジャンゴ。いや、正直ね、メルキドね、あんまりしっかり、拠点作りできなかった気がするんだよね、最初だったから。あの後ね、さらに発展したのかもしれないですけどね。全くお主はすごいやつだ。このままの勢いで竜王も倒すのであろう。ぐわっはは、愚問であったか。竜王を倒せるのはお主以外にはおるまいからな。そこがね、どうなんだろうね。そんなお主のためにもう一つメルキドに伝わる伝説の鎧について教えようと思っておるのだが、姫にも挨拶をせねばならぬように申しばしまっておれ。ブワッハッハッハ。おっと、そうであった。メルキドの老師から預かり物があったのだ。お、老師さん。
この地は魔物の攻撃も激しかろう。これを使いガダトームの街を守るのだ。あ、トゲ罠30個いいね。火を吹く、おお、石像も2個ゲット。なるほどね。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようと思います。まあ、チョビさんっておまけもいましたが、まあ、一人ずつ救い出していこうかなと。お、ああ、そうか、着替えるのか、ここで。なるほどね。あ、ちょっと攻撃されてんな。ゴーストが出ると面倒だから、一旦朝にしましょうか。さて、じゃあ、まあ、順番通り行くのであれば、次は毒沼かな？っていうか、よく見ると、ムツタヘさん、ムツヘタさんね、王ジャンゴ三賢者の一人を連れてきてくれたのだな。ふむ、あれが賢者か。賢者という割にはそこが浅そうじゃな。偉そうにヒゲなど生やしおってからに、ヒゲはお前もじゃいっていう。しかしメルキドの力はるばるこんな遠い地までたどり着けるとは、そなたのビルダーとしての力でメルキドの復興が進んだ証拠であろうな。メルキドか。メルキドにはかつて伝説の鎧である光の鎧があったというが、そうか、伝説の鎧のことをそなたに伝えるのも、あの男の役割ということじゃな。さてジャンゴ、以前そなたに伝えた竜王の住む島へと渡る虹の雫の原料のありかについてじゃが、どうやらこのラダトームの闇の奥で何者かが隠し持っておるらしいのじゃ。おそらくじゃが、その虹の雫の原料を持つ者こそが、そなたがビルダーとして最後に戦う相手になるのであろう。お。ってことは、竜王がラスボスじゃない可能性もあるな。しかし詳しいことはまだわかるのよ。わかり次第改めてそなたに伝えよう。そなたの役割ももうすぐ終わる。もう少しじゃ。もう少しだけ頑張るのじゃぞ。キメラの翼ゲット。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにしようと思います。まあ、ロロンドさんを、連れてきましたよということで、まあ、順番にね、次は、どこだっけリムルダール、リルムダール。ちょっとどっちかわかんなくなっちゃうやつね。から来てるであろう、エルさんかな、エルさんかなのところに、次回は行ってみようかなと思います。OK だね。はい、ということで今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ、ほい。